キンプリが衝撃告白。まさかの、グループ内ルールにネット驚き、二人になって言う。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。アイドルグループ、キング&プリンスの永瀬廉さんと橋山さんが2023年6月21日放送の朝の情報番組、ZIP、日本テレビ系で語った、グループ内ルールについて、SNS に衝撃が広がっている。二人になった今もグループ内恋愛禁止実行し続けてるの可愛すぎる。永瀬さんと橋さんは ZIP のエンタメコーナーに出演し、日テレ系の日曜ドラマ、だが、情熱はあるの主題歌、何者を生歌唱した。4年ぶりだという生放送でのパフォーマンスを終えた二人は、MC のお笑いコンビ、ズンの飯尾和樹さんに聞きたいことがあると切り出した。永瀬さんが、僕らグループのルールで、グループ内恋愛禁止っていうのがあるんですけど、ズノは、コンビ結成されて長いじゃないですか。何かルールみたいなのありますか?と質問した。飯尾さんは、やや驚いた様子を見せつつも、おはようございますとか、挨拶は言うというのはありますね。どんなに腹立っていても、回答。永瀬さんは、あ、と声を上げ、橋さんと共に何度もうなずいた。SNS で話題を集めたのは、永瀬さんが明かした、グループ内恋愛禁止のルール。5月22日で平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3人が脱退し、5人から2人体制になったばかり。そうした経緯もあって、今回の発言には SNS で驚きの声が上がっている。グループ内恋愛禁止って、2人になっている。W、2人になった今もグループ内恋愛禁止実行し続けてるの可愛すぎるし、面白すぎてリアルに涙出そうになった。最高の朝、キング&プリンスグループ内恋愛禁止。継続中のキンプリちゃん WW、グループ内恋愛禁止。ちゃんと守ってるんだね。何か朝からほっこりした。ちょっと流れてきたけど、グループ内恋愛禁止破ったらただのカップル業だよ。角は何を言ってるの?もうこんま5人グループってのが大前提なんだな。なお、キンプリのメンバーらは、5人体制だった頃に出演した過去の番組でも、グループ内恋愛禁止のルールがあるとコメントしていた。コメント。4年ぶりだという生放送でのパフォーマンスを終えた2人。M ステって生放送じゃなかったっけ?未成年への組織的なレイプが発覚したのに、この子たちの親が出てこないのはなぜなのか、育児放棄か子供を金と見ているのか。内容が明かされないため、わからないが我が子が加害者である可能性もあるのか。グループ内恋愛って、5人の間で恋愛することですか?グループ内恋愛禁止ってことは、ジャニー喜多川氏に占められた可能性があるから、ルールを設けたのかな?グループ内恋愛禁止。事務所内性暴力横行。言うあとは任せたよ。暴力。